はい、こんにちは。これも今となったら懐かしいですけど、三菱ふそうのトラッククレーンでございます。もうこれももう18年ぐらい経つかな、ものになりまして、今貴重になりましたけども、これは折りたたみ式のアームを持つふそうのトラッククレーンですね。で、トミカでもアーム部分は折りたたみ、上下なのが可動式となっているんですね。で、実車ではベースとなるクレーンキャリアは豊富なエンジンバリエーションをまあ展開していた、そういうね、車になっております。なかなかこれも迫力があってですね、こういう風になってて、こういうねものがありましたね。まあこれがもう18年ぐらい経つってことは信じられないんですけども、もうこれで遊んでた方たちはね、もう下手したらもう大学生ぐらいか、もう高校生か、もうそのぐらいのね年齢になってしまいました。まあその方たちにとってみると、まあ、懐かしみがある車ではないかなというふうにね、思います。まあ、こういう懐かしい車がねどんどんこうなくなってしまうっていうのはね、時代とともにこう見かけのどんどん少なくなっていってしまうっていうのは、まあ、非常に心苦しいというか、まあ、悲しいなと思うところではあるんですが、まあ、こればっかりはどうしても、まあ、避けろっていう方が難しい話なんでね、避けにくいところだなと思いますけども、まあ、なかなかそれもそれでね、乗せてみると、結構面白みがねあって、懐かしさをこうよりこう感じさせていただける、そういう車になっていてね、いいんじゃないかなという感じの車でございます。というわけで、どうもありがとうございました。